楽しんでいきましょう。よろしく。
喋りたいことあったのじゃん。いや、聞いた方がええかなみたいな。ちょっとフリークマジライブやの3年半ぶりだし、シート対バンするのも多分そんぐらいだし、だしちょっと久々になんか昔の仲間っていうか先輩たちと集まれてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。とにかくね、震災のイベントということで、カレー食べたり、お酒飲んだりしたら、義援金に、あるから、いっぱい飲んでほしいしっていうところ、込みでもありますし、やっぱ中1の時、俺とか J とか宮城県出身で、マジであの日死ぬなって思ったわけで、でも今日もこうしてライブやってるわけだから、命をこう燃やして、今日まで生きてるこの現実を燃やして、C までつなげれたらなと思ってますんで、最後までよろしくお願いします。
笑い一発入れときもよかった。え、空気になってますよ。そうだね。じゃあよろしくお願いします。
ます。少しだけ時間が欲しくて何かを返したくて、霧に乗時代と逆行してる自分は親不孝だけど、こんな自分のままで親に行かれたら後悔で涙すら出ない日々を過ごしてしまいそう。時間が欲しくてあと3年だけ。2025俺らは笑っているかい。金がない救えないだけど、そばにいてくれたメンバー、どんな未来が待っていたって愛しているぜ。時間が欲しくて俺らの若い時間をまるで日記みたいにここに書き連ねる。出せ肩書き背負ってカッコつける毎日、かっけバンドやってるけどクソダサい日常。それでも世界にはこんな俺らを好きって言ってくれるような人がいる。もう少しこの声が遠くまで飛んでくれたら、いつまでも歌えんのに。間違ってないよな、これまでの歌も今日までの道も、隠しがなく歌って歩いてきたんだ。迷ったら前に、辛くても前に進んできた。あの日の俺らは間違ってなんかない。だから今日のこともいつかきっと笑っているね。フリークでやれたことを本当に幸せに思います。週末でした。ありがとうございました。